네, 영상 이어가도록 할게요. 구기자들을 안 가지고 있는데 잠깐만요. 無理はするな。頼んだ。まず交代。仕留める。やるな。 처음으로 죽었다. 気合い気合い。なるほど。このせい。なるほど。うん。いけ。しまった。私に任せて。思い上がるな。 아니 얼음만 있으면 될 거 얼음이 없어가지고 아 나 진짜 얼음 번개랑 화염? 냉기? 아 이거 피가가 죽고 있네. 고생 오니게 했네. 전멸 일보 직전. 심지어는 만화도 없어요. 네.
마력이 좋아서 마나 소비 대비 힐 양이 좋죠. 900이니까. 頼む。星に帰れ。これでいざ。どうってことない。 전이 혹시 모르니 저장 한번 해주고요. 자, 마법 공 아까 전기 장착돼 있죠? 아까 기계 문 보던데. 에어이스는 냉기랑 바람. 追ってきたのか。はい、違う違う。こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから下ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか。考えるのは私の仕事じゃないし。 帰る？私と先輩はね。
저게 보였었어. 아저씨가 아이템 시대 아르다이게도 아이니크 이소가스쿠테 다가라 겨우와 거이츠를 가만스테네. 얘는 기계로 싸워야지. 어쩌면 やれ、塵となる。
な働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。バレットは어디있는가？저위에있나보네。ルパス。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。ヒュージランゲ、コデマテリアプロジェクトや。各種の魔法炉で、
同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。大戦軍種ウェポンウェポン、我が愛しのウェポン、古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する、いや巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた、まさに星と生命の神秘。この手でなで、組織のヒダの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。ちょっと日本なおねよ、今ね。ヒュージマテリアの人工生成技術は、あと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。おう、パッパン。社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。はい、ですか、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。전작의부수들로나왔다는애들이그대로살아있네なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じたマコーロの爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ、うん、親父は年を取った、そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く、親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。별로기대안크면서私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。チェック。はい、開けておくれ。아그이야기가아예잭스이야기가이렇게펼쳐지는게상당히의외죠예그러니까기존파이널판타지7보다잭스의비중이압도적으로커졌어요예아네오리스이게지금현실이죠현태죠현대현대며칠전이게며칠후에요지금처음시작하고비행기추락하고난다음에예네오리스만구출했던잭스에르미나잭스다네아
웨스트랜드에서 있던 아줌마인데. 우연히. 죽진 않았나 보네요. 엄마 누가? 모녀의 죄인데? 기억이 안 나. 우진이 집에 가요. 아노 이에와 신라가 미하트르. 난도가 미니 있단다. 뭐 이나요. 무코모 소레도코로지 않아인다로네. 데모 안타 자 세와 데키나이다로. 야, そんな ことないって. 오레 ずっと クラウドの. 데키테 나이요. 見てごらんよ エアリスの肌 カサカサじゃないか それにこの汚れ 悪いね 置き手紙を見て覚悟はしてきたけど やっぱりこんな姿見るとね クラウド는 마왕 중독이죠. 에어리스를 놓으세요. 클라우드는 안타가 오붓대. 클라우드는 마왕 중독이고. 아, 클라우드 출발인가? 아니야, 잭스가 클라우드를 데리고 왔어. 예. 소레 에어리스. 아, 知ってるよ. 이게. 지금 또 그러면 과거로 다시 돌아가겠죠. 며칠 전으로. 어레? 에어리스? 도스타노? 기절. 에어리스. 에어리스. 슬렁가로 복귀를 했군요, 둘은. 나, 에르미나. 난다이? 나니가 오고뜨른다. 세계가 오와르. 민나, 소 잇테르요. 잭스가 이번에는 역할을 크게 하네요. 원작에서는 이 히든 스토리, 히든 퀘스트에서만 잠깐 얼굴 나옵니다. 네, 다시 며칠 전으로 왔습니다. 코렐산. 에어리스. 미드가르って, どっちかな? 方角的には 東だ. 向こうだな。 お母さん、 元気かな? 俺が会った時は元気だった。 心配してたけどな。 親不孝だね、私。 事情を話せば 分かってくれるさ。 説明、大変そう。 일단은 뭐 보스전 끝났으니까 다음 나오나? 오, 또 나오네.
사원이 또 있다 다시. 검은망토 이쪽으로 올라갔죠? 가레트랑 다들 어디까지 간 거야? 멀리도 왔다. 오마타세. 대장부? 응. 이 야세 카이타. 偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっつかまえたからな。ねえ、早くマコールへ行こう。メンバー제한이해제됐습니다。ねえ、あの黒マントの人たちって何なの？神羅の犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、街もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。あ、インタグレイで内容見て。停戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちは勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。ここに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府は神羅との戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ？シュッシュッ。どうしたの？置いてくよ。インターグレイドの一部内容이죠。プロの아니고요、一部입니다。저장 한번 하고요. 한번 다운이 됐었거든요. 그래서 그 이후서부터는 조금 더 조심하고 있습니다. びっくり
するようなマテリア。魔方中毒된다중독なになに웨폰입니다그게마테리아今のなんだウェポンだ星の守護者星に危機が訪れると出現すると言われている北条の憧れの一つだねえねえ見た体の中にすんごくでっかいマテリアあったよねなんとかして捕まえらんないかな星の守護者を捕まえるえあんな大きなマテリア欲しくないあれ全部私のものだよじゃあここでゆっくり考えろ俺たちは先に行くその言い方また来るよウェポンちゃんそれまで元気でねクフフフウェポンってのが現れるシンナが星を追い込んだってことだよな。つまり、アバランチの主張は正しかったってこと。ウェポンの威力はもう、おまむしゃじょ。今ね、ウェポンと戦闘が行ってるような모르겠네요。危機の原因はシンナだけじゃない。セフィロス、だね。うん、行こう。星を助けないと。여기안에들어와서어뭐야오메야세네도자가나가나나왔네요
아갑자기어두워졌어どうなってるの羽橋だ下げないと渡れないどうしよう何だよバレット何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせるどうやって行くの？炭鉱を通る長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえダイビング하려고했어魔法の影響かもしれないしばらく休んだ方がいいクラウドを休ませて私たちで橋を下ろしに行かない、うん、そうだねそいつで連絡するからよそれまでゆっくり休んでろよしそんじゃ出発UP로 체인지 되네요. 피파.좀 더 진행을 해야 될 것 같으니까요. 오늘 영상은 여기에서 끝내도록 하겠습니다. UP 액션으로 상자도 포기할 수 있다고 하니까.
ことダチョウのごめん。이렇게 일단은 예, 진행하면서 계속 진행하도록 할게요. 예. 마테리아 세팅 같은 거 좀 해놓고 예, 그럼 일단 영상 여기에서 끊도록 하겠습니다. 예. 다음에 계속 탐과 탐험하도록 하겠습니다. 예, 그러면 다음 영상에서 뵐게요.